ヘンリー・キャベンディッシュは、イギリスの科学者、物理学者である。貴族の家に生まれ育ち、ケンブリッジ大学で学んだ。科目で人間嫌いな性格であったことが知られている。遺産による豊富な資金を背景に研究に打ち込み、多くの成果を残した。金属と共産の反応によって水素が発生することを見出した。 電気火花を使った水素と酸素の反応により水が生成することを発見し、水が化合物であることを示した。この結果をフロギストン説に基づいて解釈している。彼の死後には、生前に発表されたものの他に、未公開の実験記録がたくさん見つかっている。その中には、ジョン・ドルトンやジャック・シャルルによっても研究された機体の蒸気圧や、 熱膨張に関するものや、空論の法則及び、オームの法則といった電気に関するものが含まれる。これらの結果は後に、同様の実験をした科学者にも高く評価された。ハンフリー・デイビーは、キャベン・ディッシュの死に際し、彼をアイザック・ニュートンに比して評価した。19世紀には、彼の意向や実験結果が出版され、彼の名を冠した。 キャベンディッシュ研究所が設立されている。先祖が住んだサフォーク州キャベンディッシュ村の風景他人と関わるのを極度に嫌う性格であったため、生涯についてはわからない点が多い。しかし、家系についてはよく知られている。ヘンリーの祖先であるジョン・キャベンディッシュは1366年にエドワード3世により英国の首席裁判官に任命され、その息子は ナイトの借意を得た。そしてその後キャベンディッシュ家はデボンシャー公の称号を得た。ヘンリーの父親であるチャールズ・キャベンディッシュは第2代デボンシャー公ウィリアムの息子であり、物理関係の研究を行っていた。一方、ヘンリーの母親のアングレイはケント公の四女である。アンは病弱であったため、ヘンリーは英国内ではなく、療養先のニースでの出生となった。 しかし、アンは2年後、次男のフレデリックを生んだ後に死去した。ヘンリーは1742年、当時貴族の子供の教育に定評のあったニューカム博士の学校に入学した。卒業後の1749年には、18歳でケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学した。大学では、物理学と数学において優れた成績を収めていたが、そこでは学位を取ることなく、 1753年に退学した。退学の理由は明らかにされていないが、学位授与式における宗教上の問題を回避したためと推測されている。退学後、ロンドンに住む父親の住居で生活するようになった。1760年から王立協会会員となり、1766年以降、同会においていくつかの論文を発表した。ヘンリーの父親は、 多くの財産を所有していたが、息子に生活費として与える金額は年間500ポンドに過ぎなかったので、ヘンリーはつつましい生活をしていた。ところが1783年に父親が死去すると、長男であるヘンリーには多額の遺産が入り込んだ。そのため以後は生活に不自由することなく、研究に打ち込めるようになった。ジョルジュ・キュビエやジャン・バディストビオによれば、 父親の遺産を相続する前にも、インドで財を成したおじから財産を相続したとされており、ビオによるとその金額は年間30万ポンドとされている。さらにトマス・トムソンは、おばがキャベンディッシュに多くの財産を残したと述べている。そのためキャベンディッシュは、父の生前から巨額の富を持っていたという証言もあるが、キャベンディッシュ家の系図にはそのおじやおばに該当する。 人物を見つけ出すことはできないため、その真偽は定かではない。父親の死後、キャベンディッシュはモンタ牛広場とガウアー町の角にある屋敷に引っ越した。さらに資料を置くための別邸、及び郊外のクラパムの別荘を所有した。別邸は図書館として一般にも開放した。また、クラパムの別荘は、実験室と工作室として使用した。 1810年2月24日、病床にあったキャベンディッシュは召使いを呼び、私の言うことをよく聞きなさい。私はもうじき死ぬ。私が死んだら、いいかい。必ず死んでからだよ。ジョージキャベンディッシュ教のところへ行って、そのことを伝えなさい。分かったら、下がってよろしい。と告げた。その30分後、再び召使いを呼び出し、先ほどの指示の内容を復唱させてから、 ラベンダーの香水を持ってこさせた。さらにその30分後、メシ使いが様子を見に部屋に入ると、キャベンディッシュはすでに息を引き取っていた。キャベンディッシュの遺体は、ダービーの教会内にある、キャベンディッシュ一族の墓に葬られた。また、残した遺産としては5万ポンドの預金の他に、毎年8000ポンドの収入が保証された財源と、運河があった。 さらには額面にして115万7000ポンドの交際があり、英国最大の交際所有者であった。これらの財産は弟のフレデリック・キャベンディッシュにより承継された。科目であり、また大変な人間嫌いでほとんど誰とも言葉を交わすことがなかったと言われる。他人と会う機会は、王立協会の会合などに限られた。その会合では、彼の機嫌が良く、近くで他人が、 興味のある話をしているときは話に加わることがあった。しかし彼に直接話しかけて答えが返ってくることはほとんどなかった。それにもかかわらずキャベンディッシュの深い知識と高い才能は周囲に広く知られていた。ハンフリー・デイビーはニュートンの死以来キャベンディッシュの死ほどイギリスが大きな損失を被ったことはないと称えている。とはいえ王立協会の会合には 毎週欠かさず出席し、50年間会員であり続け、27年間にわたって教会の評議員を務めている。また、キャベンディッシュは女性を嫌い、会うことを極力避けた。女性の使用人に夕食の注文をするときも、メニューをノートに書き、ホールのテーブルの上に置いて知らせ、直接顔を合わせないよう心がけた。屋敷内で、 彼の前に姿を見せてしまったために解雇された使用人もいた。しかし一方では暴れ回る牛に追われている婦人を散歩中のキャベンディッシュが救ったというエピソードも伝えられている。ビオがキャベンディッシュは科学者の中で一番の金持ちであり、金持ちの中で最も偉大な科学者であると語っているようにキャベンディッシュは莫大な資産を持っていたが政治的な名誉や 経済的な成功は望まず、生活も大変に質素であった。銀行への預金額が8万ポンドを超えたとき、銀行員が彼の元を訪れ、資金を投資に活用するよう熱心に説いたが、キャベンディッシュは聞く耳を持たず、これ以上私を煩わせるようなことをすると預金を全部引き落とすと答えた。また、募金を求められたときは、他の人の募金額のリストを見て、 一番多い金額と同じ金額を寄付することを常としていた。そのため募金を求める人は、キャベンディッシュに自分の望みの額を出させるため、嘘のリストを見せることもあった。科学を産業に結びつけることに高い関心は持っていたが、自分から商売や産業を起こすことはなかった。キャベンディッシュが使用した実験装置の図1766年の論文で、ア 鉄、鈴に硫酸あるいは塩酸を加えると、可燃性の気体が発生すると発表した。この気体こそが水素である。しかしキャベンディッシュはフロギストン説を支持していたため、この気体は金属から発生したフロギストンであると考えた。さらにキャベンディッシュはこの気体の性質を調べ、これは通常の空気と比べて11分の1の質量しか持たないと発表した。 この実験において、硫酸や塩酸の代わりに硝酸を使用しても気体が発生することを確かめた。しかしこの気体は可燃性を持たなかった。この結果については、金属から出たフロギストンが硝酸と結合することで可燃性を失うからだと考えた。1781年、ジョセフ・ブリストリーは水素と空気を 電気火花で爆発させると容器の中が湿ることに気づいた。これを知ったキャベンディッシュは追試を続けて、この反応では水が生み出され、反応の際に体積が5分の1だけ減少することを確かめ、この結果を1784年に発表した。この反応は水素と酸素から水が合成されたこと、すなわち水は単独の元素ではなく化合物であることを意味する。 しかしキャベンディッシュは、フロギストン説の立場から、水素イコール水フロギストン酸素イコール水、フロギストンと考え、この両者が反応して水が生成されたと解釈した。また水素と窒素を電気火花で反応させると、硝酸が生成することも発見した。そして空気中の窒素をこの方法ですべて反応させ、さらに酸素も取り除くと、後には何者とも反応しない。 少量の機体が残ると記した。この機体は1世紀以上後の1894年、ジョン・ウィリアム・ストラットとウィリアム・ラムゼーによって再確認され、ライナス・ポーリングによってアルゴンと名付けられた。キャベン・ディッシュの実験に用いられた装置1797から1798年にかけて、いわゆるキャベン・ディッシュの実験を行い、地球の比重を測定し、 その結果を1798年に発表した。後年の科学者は、この実験の結果と万有引力の法則から万有引力定数が算出できることに気づいた。キャベン・ディッシュ自身は万有引力定数を算出したわけではないが、今日では、この実験は地球の密度を測定したというよりは万有引力定数を測定したと捉えられていることが多い。 存命中は、王立協会のフィロソフィカルトランザクションズ28法の論文を発表したに過ぎないが、未発表の原稿の中には後に日の目を見る優れた実験記録も残された。それらの論文の一部が初めて公表されたのは1839年のことだった。この年、英国科学振興協会会長のハーコートは、バーリントン伯爵が持っていた意向を読み、 そのうちの科学や熱に関する論文の一部を英国科学振興協会報告の中で発表した。キャベンディッシュの意向は、その後、バーリントン博からウィリアムス・ノー・ハリス教に引き継がれた。ハリスはその中の電気の研究に関して、キャベンディッシュが同時代あるいは後世の科学者の発見を先取りしていたことに気づき、驚いた。また、ウィリアム・トムソンも、ハリスを通じてその意向を読み、 これらの原稿は非常に価値があると評し、完全な形での出版を望んだ。キャベン・ディッシュ研究所の名版1867年、ハリスが死去し、原稿は多く一部が出版されたが、大部分はそのままデボン・シャーコーの元に戻った。デボン・シャーコーは1870年、自らの財産でケンブリッジに実験物理学の研究所を作る、計画を立て、 その研究所の教授をジェームズ・クラーク・マクスウェルに依頼した。マクスウェルはこれを受諾し、1871年に着任、1874年に研究所の建物が、竣工すると、初代所長になった。この研究所は、キャベンディッシュ研究所と命名された。この時、デボン・シャーコーはマクスウェルに、キャベンディッシュの原稿を手渡した。 マックスウェルはこの原稿を整理した上で実験を再現し、1879年、ヘンリー・キャベンディッシュ電気学論文集として刊行した。キャベンディッシュの死から69年後に出された同書により、キャベンディッシュの電気に関する研究内容の全貌が初めて明らかになり、その研究の先進性が広く知られるようになった。1777年から1779年に、 上気圧を様々な温度条件で測定した。この実験は1805年にドルトンによっても行われ、1830年代まではドルトンの測定値が一般に使われていた。しかしドルトンは高温では測定をしていなかったため、測定結果はキャベンディッシュの方が正確だった。また1779年から1780年に、 いくつかの機体の熱膨張率を測定した。その結果、膨張率は機体の種類によらず、温度が下肢1度上昇するごとに体積が370分の1だけ膨張することを示した。これは、シャルルの法則であり、1787年にシャルルによって発見され、ジョセフ・ルンギーイコール・ルサックによって1802年に発表されたため、 キャベンディッシュは、それとは独立に発見したことになる。キャベンディッシュは、帯電させていない金属の玉を帯電させた金属の玉で包み、二つの玉の間を電動性のある物質でつないで、外側の玉から内側の玉へと電気が流れる様子を観測、測定した。その結果、電気力は二つの玉の距離の事情に反比例するのを確かめた。 このことは1785年にシャルルド・クーロンが別の方法で発見し、現在ではクーロンの法則と呼ばれている。キャベン・ディッシュはこの実験における逆字上の法則からのズレを50分の1としたが、これは当時の電位系の感度が良くなかったことによる制限である。後にマクスウェルが当時最新の電位系である。 トムソン型小言電位計を使用してキャベンディッシュと同じ実験を行ったところ、その精度を2万1600分の1まで高めることができ、キャベンディッシュの実験方法の確かさが明らかになった。1776年、電気ナマズについての論文中で、電気伝導度の物質ごとの違いについて測定している。キャベンディッシュは電気抵抗についての研究を進め、 1781年にオームの法則を発見している。実験方法は以下の通りである。まず、ガラス管の中に塩の溶液を入れる。そしてその管の中に両端から導線を差し込む。次に、雷電瓶で電気を発生させ、その雷電瓶に片方の手を触れる。もう片方の手でガラス管に差した導線を持つと、電流は雷電瓶から。 キャベンディッシュの体を経由して、ガラス管内の塩の溶液を通る。塩の溶液も電気を通すが、電気が溶液中を通る距離が長いほど抵抗が大きくなり、流れる電流は小さくなる。この距離は、ガラス管に差し込む動線の位置を変えることで調整できる。キャベンディッシュは、複数のガラス管でこの実験を繰り返し行い、オームの法則にたどり着いた。 ゲオルク・オームがこの法則を発表したのは1827年であるのでキャベンディッシュの発見はオームより46年先んじていた。電流を流す際にわざわざキャベンディッシュ自身の体を経由させたのは体に感じるショックの大きさで電流の大きさを見積もるためである。にもかかわらず彼は溶液ごとの違いを雨水の抵抗は上流水の2.4分の1。 井戸水の抵抗は、雨水の41分の6という風うに数値として発表している。このようにして行った実験結果は、後に、拳流計を使っていった結果と遜色なく、マクスウェルを驚かせた。ありがとうございます。